ここでは前回の授業動画でありました基本ベクトル表記、本当にいるんですかっていう質問を、ね、たまにいただくので、それについて詳しく見ていきたいと思いますで。僕は3つの理由でこの基本ベクトル表記はしっかり押さえておいた方がいいと思います。1つ目の理由は何かっていうと、それほど難しくないからです。前回の授業動画でやった通りね基本ベクトル表記って成分を押さえておけば全然難しくなかったですもんね。で2つ目の理由はですね、特にセンター試験、 とかが最近基礎を本当にに大事にしてるんですね基礎を理解してるかとこの基礎である、ね、基本ベクトルこういう問題が急に出た時にこれに戸惑ってたらすごい時間もったいないですよねで最近のセンター試験はその基礎をしっかり理解した上でそれを思考判断表現できるかっていうのをね見ていくことが多いんでやっぱりこれが急にテストに出てくる可能性っていうのは全然あると僕は思いますそして何より3つ目ですね じゃあそんな基礎は何のために使わないとこの基本ベクトル表記は今後どうつながっていくんやっていうと特に大学で数学やる人は必須だと思うんですがこの遮光座標っていうのをやるんですね今回この直行座標と遮光座標の違いっていうのをちょっとさらっとだけ知っておこうとそしたらね少し前回の基本ベクトルについても理解が深まると思うんでねそれについて詳しく見ていこうと思います じゃあ早速具体例ですね。ここに x ベクトルイコール5 8があるよと。もうこれについては OK ですね。こんな x 方向にス5 y 方向に8いくようなベクトルだよと。でこっち側にス5でこっち側にプラス8。なので、これを基本ベクトル表記したら、ス5倍の e1 ベクトル、足す8倍の e2 ベクトルになるよ。っていうのは前回やった通りですよね。そしてこのス5 8っていうのは、 この x 座標と y 座標を元にしたときにこれをこの世界を、ね、作っているものやとこの世界を作っているものを x 座標と y 座標って見たときに初めてここがス5と8っていうふうに表現できるということなんですね。そそれがどうしたとそれががどどうううししたたというとと 何もこの x 軸と y 軸が世界を作っているというふうにだけ見なす必要はないですよね。例えばこの a ベクトルと b ベクトルが作る軸、まあ、勝手にじゃあ a ベクトル軸とか b ベクトル軸みたいに名付けましょうか。これが世界を作っているっていうふうに見なしたって別に構わないですよね。そそししてそう見なした場合、 この A ベクトルっていうのは A ベクトル軸における前回やったね基本ベクトル E1 みたいな働きになっているんですねでこの B ベクトルっていうのは B ベクトル軸における前回やった E2 ベクトルみたいな働きになっているとでそうした場合にですねこのス5 8っていうのはこれは A ベクトルと B ベクトル何個分の和っていうふうに見ることもできますよねでこれ細かい計算を置いといてまあ仮にじゃあ ベベクトル3つ分と b ベクトトルルつつ分分ととの和で表せたししましょう。このねマイナ -58 っていう点がこういうふうに表せたとしましょうそしたらこのマイナス -58 っていう点は3倍の a ベクトルたす2倍の b ベクトルというふうに表すことができますよねでさらにこれはですねもうちょっと見方を変えればさっき言ってたこの a ベクトル軸そして b ベクトル軸 においてどういう点の座標になるかっていうと32って見なしてもいいですよねだって 123A ベクトル3つ分と B ベクトル2つ分やねんから A ベクトルと B ベクトルが世界を作ってるって見なした時にこういうふうに32と見なしたって何の問題もないですよねでこういう勉強につながっていくんですねこれが社交座標っていう考え方です、ね、こののような勉強につながっていくので 僕らが前回やったよね基本ベクトルこれっていうのは一番シンプルな形ですよね世界をこの E1 と E2 直行座標で見なすというこの直行座標での考え方に慣れておいたら斜交座標にもつながっていきやすいよねとっていうことでね前回のこの基本ベクトル表記もしっかり理解しておけばいいかと思いますではこのあとはですね引き続きベクトルの成分に出てくる品質問題をしっかり勉強していきましょう